こんんばは春のうら,らかな今日この頃新しい生活に皆さん慣れましたか ?JMN、MM、ニュースの時間でございますこのコーナーは宮崎の小池の話題を JMI の視点でお届けするニュースショーでございます今回のニュースはこちらあの伝説の生き物の一部を持っている男性がいるとのことです伝説の生き物の一部 一体なんでしょうかテレビ初公開です現場から伝えてもらいましょうハバード記者ハバードさんはい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 、ハバードでございます今日はですね宮古の序にやってまいりましたなぜかというとですねあの伝説の生き物の一部なんと先祖から受け継いでるという方がいらっしゃるそうなんでちょっと今日はですねしっかりと 調べたいと思います。レッツゴー。こちらのお宅ですね、川久保さんという方ですね。ちょっと行ってみたいと思います。なりました。はいどうぞ。ああ聞きました。あ <coughs> ど,どうもこんにちは。川久保。 様でしょうかそよろしくお願いいたしますハバード喫茶でございますどこでかお見かけしたようなありがとうございますなんか伝説の生き物の一部があるって聞いてたんですけどそれ本当ですか本当です持ってるんですねあります今ちょっといろいろ聞きたいんですけど今時間よろしいですかじゃあどうぞお上がりになりますかいいですかいいですかじゃあ上がりますさあいきなりなんですが見せてもらっていいですかはいいいですよはいお願いしますはい そんな中にあるんですね。なるほど。はい。いやいい。いい。本当は。なんでしょう。初戦からあまり出すなよって言われているんですけれども、実はこれなんです。重い。重くない。重くないです。重くない。はい。木も古いですからね。これまた箱。また箱の中の箱ですね。そうです。これですか。これです。はい。 また箱の中の箱ですね箱 <laughs> の中の箱ですこれですか,かこれですお軽いですね <laughs> 本当に入ってるんですか分かりません開きますよ行くよせーの俺？れか紙ですねこの紙の中紙,紙を静かに静かに持ち上げてくださいはい行きますよ行きますよいいですか行きますよ せーのはぁーこれは、これは何ですかこれ、ちょっと待ってこれ、触っちゃダメですよねあんまり触らない方がいいですよねそうです、そうです貴重なものこれが、ずっと祖先から伝わってきた名前言いますよはい カッパの爪なんですカッパの爪なんですカッパの爪なんですカッパの爪出た出ましたカッパの爪はいえー もう質問だらけなんですけど聞きたいことは <laughs> ちょっと整理させてください <laughs> どうぞこれがカッパの爪誰が見つけたんですかこれはですね私の父がずっと前から持っとったわけですで見つけたのはだからそのカークボー特像という私の 河童の爪を見つけたのは川久保さんの父徳蔵さん都の城の隣鹿児島県曽我市末吉町で教育委員も務めた地元の名士その徳蔵さんがカッパの爪を手に入れたいきさつがこの本に記されているそれによると。 田んぼで農作業をしていた特造おじいさん、仕事を終え川で馬を洗っていると突然ひひんと馬が驚き走り出してしまいました。馬に何とか追いつきタズナを見ると爪が引っかかったカッパの子供がかわいそうに死んでいました。特造おじいさんは爪を切り取ってカッパのお墓を建ててあげました。 それからというもの田んぼではお米がたくさん取れるようになったとさ確かに箱の裏にはしっかりとカッパの爪と書かれているこれって本当の話だったらすごいんですよ証拠写真とかもスマホとかはなかったですよね証拠写真とか映像とかはないんですよね、はい お父さんんも,もちろん信じていますねす、はい、ご家族の方たちはどう思われてるんですか最初はですね、はい、これは長男が黙って引き継いでいくようにという父の遺言,言があったわけです。だけど今の時代にそんなに秘密にするわけないと言って私は自分の子供やら孫たちに見せました。 あ本当は見せちゃいけないっていう、ね、言われがあったけど見せましたそし<ー>たら孫や子供たちは「うん, <laughs> うんそれで終わりでした」<laughs> <laughs> じゃあちょっと信じてないように疑ってるような感じですねだと思いますよだって他の動物とかではないウサギとかよく比較されるのはお猿さんですよね山猿山から出てくる。 猿はこんな感じやったっけでないからですよね猿の爪ではないというテレビもこれ紹介するの初めてなんですか始まってですねお父さん実際カップ見たことありますか漫画で見ました <laughs> <laughs> 実際動いたりするのは見たことありませんな,ないんですね、はい、だけど信じるよね信じますここにゲームがちゃんと あるわけです父が話してきたわけですから信じたい気持ちは半分だったら本当にカッパの爪だったらすごくいいなと思ってるんですけどね、はい、もし歌が好きだったらどうぞ研究して <laughs> 研究してください <laughs> いやいや,いや、はい、ちょっとお借りして、はい、調べててもよろしいですかえそれは構いませんいいですかはい。その私はもともと理科教師でしたから おはいはいはい真実を知るのは科学の元ですからはいいいこと言いますね <laughs>、はい、<laughs> それはもう構いません OK ですだけど夢は残しておきたい <laughs> <laughs> 微妙やねこれ分かりました分かりました責任を取って、はい、ちゃんと調べてまいりますのではい、はい、宮崎県内には三股のガラッパヒューガや角の氷寸墓といった 30以上の伝説が残っている本物のカッパの爪が存在していてもおかしくはないのだ果たして本物のカッパの爪なのかまずはカッパを愛しすぎている集団に見てもらうことにこんにちは。すすいませんあのカッパ愛が強すぎる マニアックがいるって聞いたんですけど、はい、もしかして4人なんですか。そうです、間違いないですね。間違いないですか。よろしくお願いいたします。ますえ、そのカッ,パカッパを愛してやまないのは株式会社ガグレの皆さん。カッパのために毎月清掃活動をしたり、カッパグッズを作ったり、地域の活性化に貢献している。いや、実はね。 珍しいものっていうか、そのおじいちゃんが持ってるものがあるんだけど。そのじいちゃんによると、これがカッパの爪。なんだって言ってるから、これぜひ見てほしいなと思ってるけど、見てもらっていいですか。あ、大丈夫です。いいですか。はい、見る。見れます。見たい。はい、たい気になる。気になる。はい、じゃ、あ見ますよ。こう。すはい。じゃ、あいいですか。せーの。はい。お<ー>お。

イメージはまあパッと見やっぱ大きいなと思った。思いました。大きいなと思って。爪が大きい。爪。全部が爪ですもんね。はい。これさ裏は白いですもんねなんかね。うん。ひっくり返せない。うん。見たいですよね。だって本当にそうだったら宮崎賢治ゃ全国だよ。そうですね。世界だよこれ。ね。もう素晴らしい。 いいものを見させていただきましたいや嬉しいあ,ありがとうございますこれはオスのカッパの爪なのか我々は真相を求めて動物の専門家のもとに向かったあこんにちはあこんにちはサバーデでございますはい。園中忙しい中ありがとうございますいえいえ何ですか今日はいや今日ですねすごいものを持ってきたんですよ、えーはい、まずちょっと聞いていいですかはい 園はいろんな動物いるんですが、カッパっているんですか。いやカッパいないですよ。いないんですよね。いないよね。ちなみにカッパって信じてるんですか。ああ信じたい気持ちはあります。おっ、たったたった。この持ち主がこれはなんとカッパの爪と思ってるんですよ。ね。だからぜひそれ見て欲しくて。 なるほど延長が何のものなのかぜひはいこれなんですよはあ。ですよねなるほど見たことありますかこのようなこれがカッパの爪だとすると見たことはないですねないでしょう。 カッパのモデルとなった動物が実はいるんですよね。いるんですか。うん、それねカワウソなんですね。あ、はい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 。はい、カワウソはまあいたちの仲間でこんなに爪が長くはないんですね。基本的に魚を食べる食べる動物生き物なんだろうと。そうすると捕まえやすいこういう爪をしてないといかんのかなと。うね、こうね。まあちょっとリザっと出てますからね。うん、ですよね。そう。カワクボケに伝わるカッパの爪。 CMR とハバード記者が調査報告カワクボ家に伝わるカッパの爪調査を終えたハバード記者果たしてその結果ははい調べてまいりましたよ <laughs> 結果としてははいいきますよ、はい、今地球上にいる生き物 の爪で当てはまるものではないほ<う>そしてカッパじゃないとすれば鳥の詐欺のくちばしの可能性はあるほ<う>しかしくちばしにしてはちょっと合わないような感じあなのでまあ、つまりはっきりわからないという判断だったんですね,ですねはい まあ私的にはカップの可能性はあるということですね。ないことはないですね。なるほど。はい。私は出ましたよ結果これは何だったんですよってそんなのいつまでもってねあの残念でしたねって言って帰ってこらんやないかと思ってたので<ー>。なんか焼酎をいい一生置いとおきま。<laughs> <laughs> いいですね。 篤三が自分の家の周りあるいは地域を守るようなあの期待を込みながら守ってきたわけですから、はい、そういう素晴らしい判断が出たということはもう最高ですですしょ、はい、川久保家に伝わるカッパの爪今回の調査ではその正体は謎のままでしたが。 これからも守り神として大切に引き継がれていきます。なるほどですね。川久保家に伝わるカップの爪、ぜひ大切にしていただきたいと思います。なかなか面白かったです。以上、JMN ニュースをお伝えしました。